ジョン・マクラフリン、ジョン・マクラフリンは、イングランド・ヨークシャードンカスター出身の、ジャズロックギタリスト。テクニシャンとして知られ、ジャズをはじめ、インド音楽やフラメンコ、クラシックなどの要素も広く取り込んでいる。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は、第49位。2011年の改訂版では、第68位。デビュー前から、 非凡な才能で知られ、その頃から少数の生徒にギターを教えていた。ジミー・ページやジョン・ポール・ジョーンズはその生徒の一人である。自身の音楽以外の活動をするつもりはなかったが、生活に困窮したため、音楽の仕事なら何でもやる覚悟ができて、ロンドンでスタジオミュージシャンとしてキャリアを開始する。グレアム・ボンド・オルガニゼーション、ローリング・ストーンズ。 ジャック・ブルースなどのアルバムに参加。ジョン・サーマン、トニー・オクス・レーラと組んで1969年に初リーダー作、エクストラポレーションをリリース。ジャズ要素の濃い作品で、当時からジャズを主流にした非凡なセンステクニック、フィーリングの持ち主だった。1969年にアメリカに渡り、トニー・ウィリアムスのライフタイムに参加。また、 ウィリアムズの紹介で知り合ったマイルス・デイビスのセッションにもたびたび参加し、インア・サイレントを得、マクラ・フリンの名がタイトルに入った曲を収録した、ビッチェズ、ブリュー、オン・ザ・コーナー、ビッグ・ファン、ジャック・ジョンソン等にクレジットされている。マイルスは、ジャック・ジョンソンのライナーの途中で、マクラ・フリンのプレイをファインと表現したように、彼を高く評価していた。 セッションプレイヤーとしての評価も獲得し、ミロスラフ・ビトウス、カーラ・ブレイ、ウェイン・ショーター、ラディ・コリエル、ジョー・ファレルなどのアルバムに参加している。1970年初頭にダグラスレコード社から2作目のアルバム、ディボーションを発表。3作目、マイ・ゴールズ・ビヨンドでインド音楽に傾倒した初期のスタイルを確立する。これには、彼が当時、ヒンドゥー教に改修して、 その巧妙な指導者であるシュリ・チンモイ氏の弟子となったことが大きく影響している。このアルバムはジンモイに捧げられ、ライナーノートには彼の作った詩が掲載されている。ちなみに、マクラフリンが初めて自分の名前にマハビシュヌを付け加えたアルバムでもある。なお、マクラフリンは5年ほどで自分を欺いてまで弟子でいることはできないと感じ、ジンモイの元を離れたが、 チンモイの没後のインタビューでは、彼が生涯のグルであることに変わりなく、その後も時々は尋ね、良好な関係を続けていた。僕は今もチンモイ氏と強い結びつきを感じていると語っている。マイルスの勧めもあり、1971年、マクラフリンは自己バンドのマハビシュヌオーケストラを結成。初期メンバーは、マクラフリンとジェリー・グッドマン、ヤンハマー。 ディックレアード、ビリー・コブ・ハム。アルバム、内に秘めた炎、火の鳥などの中で、彼らは、ジャズインド音楽、ロック等を、独特の高度なアンサンブルで融合させることにより、大きな成功を収めた。また、1972年には、同じくシリチンモイに、弟子入りした、ラテンミュージシャンのカルロス・サンタナと二人で、コラボレーションアルバム、魂の兄弟たちを録音し、 ジョン・コルトレーンのカバー曲などを収録した。マハビシュヌ・オーケストラは一度の一時的解散と幾度かのメンバーチェンジを経て最終的には1975年に解散するが彼らの成功はフュージョンというジャンルの発展に大きく貢献し1970年代のジャズロックシーンにおいて重要なグループとなった。マハビシュヌ・オーケストラの解散と前後してマクラ・フリンは インド人音楽家たちと一緒に、シャクティというバンドを結成した。シャクティでの彼はシンプルなアコースティックギターを持ち、ワールドミュージックの走りとでも言うべき、インド音楽をジャズでアレンジした演奏を行う。欧米だけではなく、インド国内などでも演奏活動を繰り広げて高い音楽的評価を受けたが、商業的には成功しなかった。1979年、パコデルシア、 ラリー・コリエルと組んでトリオを結成する。1980年にはコリエルが去り、その代わりとしてアルデメオラが加入する。それまで先進的な音楽性を評価されることが多かったマクラ・フリンはこのグループでの演奏によって自身のバーチオーゾ的技術を広く認知させ、以降その完成された技術を全面に押し出す音楽性を打ち出していく。 この3人のトリオは商業的にも大成功を収め、1996年にも再結成され、レコーディングと世界ツアーを行い、世界三大テノールとの共演も果たす。1980年代にはメンバーを新たにしたマハビシュヌ・オーケストラを再結成し、ライブ活動を行っている。この時の映像は DVD として発売されており、彼は シンクラビアというシンセサイザーのギター型コントローラーを多用している様子を見ることができる。1980年代終わりから1990年代の、初め、彼は、ガットギターにシンセサイザーを同調させた楽器を使い、パーカッション奏者のトリロックグループ、ベース奏者のカイ・エクハルト、ドミニク・ディ・ピアッツァと組んでツアーを行い、アルバム、ジョン・マクラフリントリオライブ、ケ・アレグリアを発表。 また、ロンドン公共楽団をバックにしたアルバムギターコンチェルと地中海を発表するなど精力的に活動。そして1995年にはこれまでの活動を集大成した金字塔となるアルバムザ・プロミスをリリースし一時期影響を受けたといわれるロックギタリストのジェフベックとの共演が話題となった。その後、エレクトリックサウンドのハートオブシングスバンドの活動や シャクティの元メンバーに新規加入メンバーを加えてリメンバーシャクティとして活動した。2004年と2007年にエリック・クラプトン主催のクロスロードギターフェスティバルに参加。2007年にはゲイリー・ハズバンド、アドリアン・フェロー、マーク・モンデ・シールと共にジョン・マクラフリンホースディメンションとしてワールドツアーを行った。2008年10月にはチック・コリア ジョン・マクラフリン5ピースバンドとしてワールドツアーを行い、2009年2月にはブルーノート東京でも公演を行った。2010年開催第52回グラミー賞においてチックコリアと共同名義のアルバム5ピースバンドライブで最優秀ジャズインストゥルメンタルアルバムを受賞した。2017年7月バークリー音楽院から名誉音楽博士号を授与された。 2018年開催第60回グラミー賞においてアルバムライブアットロニー・スコッツ収録のマイルズ・ビヨンドで最優秀インプロバイズド・ジャズ・ソロを受賞した。1980年半ばから現在までモナコ公国に在住し、2016年にはモナコの文化勲章にあたるシュバリエ・デラ・カルチャーでを授与されている。ありがとうございます。